あ、着いた。ここここ。え、何ここ？回らない寿司屋。みずきちゃん前に回らないお寿司食べてみたいって言ってたから、今日は俺がご馳走するよ。え、嘘。いいのに。ありがとう。あれ、すごい空いてるね。いらっしゃいませ。どうぞご覧くださいませ。福屋さん？大将やってます。ゴッチです。あ、はい。え、名札ついてる。レイジって言います。こちらがみずきちゃんです。私たちの自己紹介いらないから。今日空いてますね。いつもこんな感じっす。そうなんだ。こちらお通しのガムです。ガム？右からオレンジ、グレープ、ライムとなっております。柑橘の香り強いやつばっかじゃん。お寿司の邪魔じゃない？メニューどうぞ。ありがとうございます。何これ？赤いやつもうまそうだな。軍艦 A、 軍艦 B。 あ、寿司 A もいいな。何この適当なメニュー。メニュー少ないし、具体的なネタの名前一切書いてないじゃん。どうする？俺軍艦 B にするけど。あ、じゃあみずきちゃんは口の中でもうなくなっちゃったってなるやつを。へい。え、ちょっと待って、何このお店。私嫌なんだけど。回らないお寿司屋さんじゃん。みずきちゃんが行きたいって言ってた。いや、なんか違うんだよな。違う？ここ本当に人気の店なの？いや、人気ではないよ。だってみずきちゃん回らないお寿司屋がいいって言ってたじゃん。え、回らないって？この店お客さん全然回ってないじゃん。回転率のこと？そう。客の回転率のこと？そうだよ。あー、間違えてる。一番良くない間違い方してる。え、違うの？私が言ったのはカウンターとかで一品一品握ってくれる回転寿司じゃないお寿司屋さんのことだよ。ならそうやって言ってよ。いや、それ以外ないじゃん。でもほら、食べたら美味しいって。お待たせいたしました。軍艦 B と口の中で、軍艦 B と口の中で、あれだ、あれです。どうぞ。全然覚えてないじゃん、メニュー名。いただきます。うわ、何ですかこれ。これは今朝海で取れたばっかりの赤いやつです。美味しいでしょ、身の特に赤いとこ。ヤバウトすぎるって。何、やつとかとことか。美味しい。うお、何何、地震？うち、お客さんが美味しいって言ってくれたら椅子が動くシステムになってるんです。何その 4D シネマみたいなシステム。じゃあもう帰ろっか。大将すいません、お会計で。あ、大丈夫ですよ。え、いやでも食べちゃったし払いますよ。実は当店開店してから1年経つんですけど、お客様がちょうど10人目のお客様です。回ってないなぁ。